餃子像餃子像は、栃木県宇都宮市川向町の宇都宮駅西口に設置されている石像である。ビーナスが餃子の皮に包まれた餃子のビーナスを掘った像で、宇都宮市の特産の大谷石を使った高さ1.6メートル、重さ1.7トンの削り出しの石像である。現代彫刻家の西松港にがデザインを担当し、大谷石材共同組合が提供した。 大谷市を使って、宇都宮市商業観光課の担当職員の友人が無償で彫刻した。1994年、テレビ番組、おまかせ、山田商会の町おこし企画で、宇都宮市とのタイアップとして作られた。東口にあった頃の餃子像当初は、宇都宮駅東口の歩行者広場に設置されていた。2008年10月6日には東口。 再開発事業に伴い、西口へ移動しようと、クレーンで吊り上げたところワイヤーが外れ、その衝撃で象の足が折れて台座から落下した上、地面への激突時に、象の胴体も上下真っ二つに割れた。同年10月27日にはパテで接着され、10月30日に西口ペデストリアンデッキへ移転して、宇都宮餃子会主催の設置セレモニーが開かれ、お任せ。 山田商会の司会の山田邦子も来訪した。西口の設置場所は、デッキの下で、場所が分かりにくいため、宇都宮市では2階のデッキ場への再移転を計画。一転作業は2014年10月8日22時に、開始され、クレーンで釣り上げて保護する木枠を着しませ、材木の一部を破損させつつもトラックへ積まれた後、10月25日、0時より再設置作業を継続した。 身長をキスも今回は、餃子像の向きを逆に設置する水を犯すが、すぐに気づいて修復した。ありがとうございます。